こんにちは、速稼塾の久保です。今日も麻生さんに対していろんなねコメントが寄せられてます。まあ向かう方向は一つ、麻生さんいい加減にしてよってことなんですけども、ちょっと今日もねコメント返しがとてもじゃないけど追いつきませんので、この動画をもってね皆さんに返信させていただこうかと思います。それでは動画を切り替えますね。これ見てください。麻生さんのね不快すぎるっていうね動画なんですけども、一番上孔明さんから、麻生節、日本は金に困っていない、貯金スローだ、金が余ってるはずです、給付金出さねえよ、定額給付金は失敗だった。何なんでしょうねこれはね。ポリポリさん、賞味期限切れだからもういらんよ。私もそう思うんですけどもね。税金を取りすぎて口が歪んだひょっとくいやーもうほんとなんだか、麻生さんはねユニークな方ではあったんですけども、どうしてこうなっちゃったんでしょうか。ここ数年ですよねこんなひどい人になったのは。はじめさん、私は麻生さんは自分のお金だと思っているところがあります。このままではコロナが蔓延して仕事ではなくなってしまいます。あと下手をすると動物に伝染するのか生か、亡きにしもあらずです。その通りですね。これね人間だけで収まらない可能性があります。これによって人類が滅ぶってことはないと思いますけども、まあ滅ぶとしたらね、麻生さんがまずちょっと退場していただいて、それから新しいね新世界史図を作っていきたいなと思いますね。サクラルームさん、麻生財務大臣は財務省の打鍵、早くやめてほしいです。反社会勢力は日本から追い出したいです。毎日イライラします。怒りはね本当に私も同じです。ダッペさん、皆様今度から令和新選組の山太郎さんを推しましょう。いや私もそんな気がしますよね。麻生さんと山太郎さんどっちがいいですか、この2択。皆さん答えが出たでしょ。これでティムティムさん、麻生辞任しろ。はい、その通りでございますね。令和新選組といえばね、大西常樹さんが財務を取り計らってくださったらなと思うところもあるんですけども、どうでしょうかね。ひろこさん、麻生さん、いい加減にやめて。国民の言葉が、厳しい言葉が理解できないのが、麻生さんの引退時間のみ、臨退時のみ、そうですね。川島さん、毎日食べるもの、買う金がマジでね、どうしてくれるんだよ。これね、麻生さんの政策のせいです。私たち国民がひもじいのは、麻生さんの財政論がおかしいからなんですよ。あ、俺はド M じゃねえ。本当ですよね。まこまこさん、自民党は見限りました。今度は公明党のホームページに書き込みしています。公明さんもねなんか黙ってますよね。公明党さんやっぱり自民党の飼い犬になってしまったんでしょうか。創価学会の皆さん、公明党さんをねちょっとね突き上げてもらえませんか、なんとか。すみませんお願いします。お母さん猫大好き、麻生さん早く辞任してください。あなたのような政治家は害でしかない。本当に一日も早くやめてください。1秒でも早くやめてほしいですね。国民生活の向上を伴わない発展など求めていない。その通りでございます。塚さんもね、私と同じ気持ちですね。ホワイトラビットさん、麻生さんどっか行ってほしい。どっかに行かずにここにいるって感じですよね。もうね、何なんでしょうね、この人はね。クラッシャーソーダさん、国民の生きる希望を否定する悪大感、それが麻生。はい。お怒りごもっともでございます。あ、まちこさん、いつもありがとうございます。すごいですね、皆様の言葉を伝えながら国民の怒りと苦しみ、数々がいっぱいですと。私もね、なんかね、怒りが込み上げてくるんですけども、言葉が悪くなっちゃうんで、表現難しいですね、まちこさん。高橋さん、麻生さんは、ゼニガメ日本沈没したら、国民はサメの餌、国民は金を絞り取る、道具、臭い日本老人、政府高級まんじゅう食ってお茶飲み会。はい、まあ、お怒りはごもっともでございます。徳さん、麻生を叩けば叩くほどいじける、幼稚園児より立ちが悪いよね、ひ孫にも相手にされてないから、国民をいじめて楽しんでます。明日でも辞任しなさいと。麻生さんってね、全く辞める気がないですよね。やっぱ老害って言葉はこの人のためにあるような感じです。まあ、知事さん、今の緊急事態を予測できなかったの、国民はずっと不安の連続なのに、未だに国民への援助ない。なら、国会議員の歳費を国民に差し出してください。3食の食事取れない人もいる。GoTo は感染者蔓延なのに、見えてるのに政権変わっても国民の命守れない。なんでいつも5点5点になるのということですね。なんかね、昨日ね、菅総理が、最大限の警戒感を持ってことに当たるって言ってましたよね。ってことは今まではどうだったんだと。最初から最大限でやれよって話ですよね。はい、草加さん、日本人は大人しすぎる、立ち上がらなければ。草加さん、先頭に立ってください、ぜひ。大人しすぎますよね、確かにね。偽物太郎さん、我らの麻生太郎様、あなた様が正しい、考えも素晴らしい、あなた様が総理になってほしい。なんて思う国民は0人、早く引退してる。ありがとうございます。岡田さん、お疲れ様です。麻生は上から目線ふんずり返ってる。射撃でオリンピック出て、今の麻生である。偉くなると性格変わる。
あんな議員になるんでしょうか。選挙で落としたくても必ず選挙区でまとまっているから一人二人ぐらい反対いても、よほどのことがない限り麻生が病気とかする限り議員続けるでしょう。来年の選挙までは政権与党に票入れません。議員の70歳定年を決定するべきである。まあ80歳でね、麻生さんはねもうやめてほしいですね、本当ね。ラビットさん、自民党が導入した消費税のせい、飲食店潰れているのはコロナがあり、自殺者増えているのも勤務先が潰れたりするからでしょう。もう坊ちゃんは引退して隠居してください。社会保障膨れているのも高齢者だけの責任でもなく、心身ともに元気なのにこの問題ありますよね。親に帰省している人も悪い。働け元気なニートは。私の住んでいる千葉県も陽性者106になりました。多分私が住んでいる自治体とか県内主要自治体が感染広がっているでしょうね。感染抑止キャンペーン、国民に一律給付してほしいですね。 GoTo キャンペーン使うのは悪くない。公平性ないから今やるべきかなと思う。昭和の戦争ではエリートの学生若い人ばかり特攻出撃されて、ご老人たちは安全なところから高み蓄えか、コロナさえなければ蓄え増やせるんだけど、どこの誰がコロナ入国させたんでしょうね。ということで、国策も随分間違えてると思いますし、そうですね、コロナの蔓延に関しましては私たち国民もね、積極的に検査を受けていくべきだとは思うんですよね。確かに検査を受けて陰性であっても次の日に陽性になるかもしれない、それはその通りなんですけども、だからといって開き直ってはいやりませんってことでは本当にね、お互いに怖がってばっかりになっちゃいますから、少なくとも1日とか1週間だけでもね、陰性であることがはっきりするか、もしくは陽性であることが分かれば自分の身の処し方ってはっきり分かると思うんですよ。ですからこれ国が手にならないんで、私たちが一人一人が動いていくことだと思いますよね。確かに PCR 検査独自受けてね、陽性だった場合家族と離れて暮らさなければいけないとか職場を離れなければならないんですよ。でもそれはね結構自分勝手な考えで、そういう人ばっかりいるから広まっちゃうっていうところもあるんですよね。じゃあ政府に何をしろってことなんですけども、少なくとも PCR 検査を誰でもいつでも何度でも受けれるようにするべきだと思いますし、そこからは国民の責任です。国民が自分の身を安全に保ちたいとかね、人に迷惑をかけたくないと思うんだったら、お互いに検査を積極的にね、それこそ毎週でもいいから受けて、陽性だった場合すぐに処置するっていう体制を取らないといけないのに、多分ね検査を受けてないから陽性である人も自分で気づかずにいろいろクラスターさせてると思うんですよ。で誰かが陽性でね、なんですかね、陽性反応が出て処置を受けてる時に、ああ自分は受けてなくてよかったみたいな感じになるんですけども、実は自分が移して自分は検査を受けてないだけで、移された方だけが先に検査を受けて陽性発覚で、その人が村八分になってるのを遠くで見ているみたいな図がね、もしあるとしたらちょっと寂しいなと思うんですよ。すみません、コメントとは関係ないことなんですけども勝手なこと言わせてもらいました。森野さん、公明党のホームページに要請しました。もちろんツイートしてます。今貧困層がかなり厳しいといろんなところで知らされる。自殺者が出るし食べるために犯罪する、普通にありえないでしょう。そう、畑泥棒出てますからね。非正規で解雇され若いのにホームレスなんかも本当悔しい。本当ね、若い時にホームレスしちゃったりとか職を失うともう逆転できなくなりますからね。私たちロスゼネ世代と同じです。 YouTube の方も Twitter のフォーラーさんもたくさん苦しんでいます。東京に住んでいたら本気で抗議してるレベルだよということですけども、ジークジオン100万円ください。日本の景気が良くなれば国民が安定したら子供作りやすくなる。そうですね、日本はデフレ不況でコロナ不況を邪魔しているだけ。てか日本はずっとデフレ不況なんだから子供増やしにくい環境が続いた。政府が対応さえしていれば日本は変わっていると思う。生活の基盤を作るのは政府の役目なんですよ。財政の役目なんですよ。私たち個人レベルでできないことっていうのがありますから、だからねお金を出し合って代表者を決めて大筋を決めてくださいってやってるのが国政ですからね。だからそれがね、もうなんかね、もう身内だけのためにやってるっていうかね、上級国民同士にもう、やってるんですよ。いつの間にかね、私たちは奴隷化されているのかなと思うんで、ちょっとね、これね、暴動が起きるレベルと言いますかね、麻生さんに対しては、そのスナイパーが送られるんじゃないかなと思っちゃうんですよ。ゴルゴ13、聞いてますか？松浦さん、麻生が辞めてほしいです。同じ意見ですね。石破さんだったら特別給付金が出ているかも。石破さんね、今どうしてるんでしょうか。ゆかりさん、公明党、共産党にメールしました。久保さんのような方に政治家になってほしいです。ありがとうございます。町内会長を今やってますんで、それもね、小さな政治家でございます。まあ、ちょっと政党は、これからね、アプローチしていこうと思います。以前ね、N 国党の立花孝志さんには、政治家やったらいいんだよっていうふうにね、言われたことがあったんですけども、まあ、ノリで言ったんですよね、あの方はね。私はどうですかね、やっていいでしょうか。何もできない、
ただのデクノボ、かもしれないです。久保先生言う通りだと思います。このままだと日本崩壊するかも。早くお金吸ってください。麻生さん早く、引退してください私もそう思いますよ。はい、これ木更木さんですかね。緊張、拡張小口や拡張貸付には生活苦の人で溢れてました。私も借りてますが返さなくて借りれず財布空っぽです。3時まで食べるものありません。来月ならボーナスで少し返せるのでしょうが、今月はどうすることもできない現状は生きていることが苦痛です。なぜ理解してくれないでしょうか。本当ね、死にたくなるような世の中やめたいですね。生きていたくなるような社会を作るのが政治の役目です。ボーナスあるんですか。我が家は給与と冬ボーナスありません。減給もされてるんですね。ゆかりさん、市役所にも生活つなぎ資金があります。辛い時には相談してみてくださいね。頑張って乗り切りましょう。一応少しだけ入ると思います。ああよかった。ゆかりさん、市役所には生活保護しかなく、すでに借りているので助けてくれません。助けてくれるのはクレジット審判会社ですね。やっぱり苦しいですよね。なんかね、協力してやっていけることがあるといいんですけどもね。人に敵意を向けるだけではいけないんで、なんかね、みんなで集まってできることがあればと思います。まあ私の場合はアフィリエイトってものがありますんで、アフィリエイト根性がいりますからね。時間もかかるし、だから数年前から始めていたらっていう世界なんで、即効性のあるものってのは本当なかなかなかったりするんですけども、まあ私が今一押しで皆さんにお勧めするのはポイントサイトです。ポイントサイトで数万円ってのをね、5万とか10万ポンって稼いで、ちょっとだけ息つきましょうってことですよね。はい、次ですね。麻生さん、なぜわからないんだろう。謝るにも謝り方があります。不快ならってあなたの発言、態度全てが見苦しい。はい、言葉では何とも言えます。わかりました。だったら定額給付金を一刻も早く出してください。それが国民に対しての誠意ある対応です。久保さんの自分だったらすぐ振り込みますよ。消費税も廃止です。発言拍手です。ありがとうございます。私がね、権力がないのが悔しいですね。痛みを分かり合える人でないと、全てが自分を軸に世界が回っていると勘違いするんですよね。いや、だってね、政治家として生きていて国民の皆さんに喜ばれたいじゃないですか、普通ね。だって私が例えばね、政治家になってもその辺歩いたりとか、スーパーで買い物したりとか、それこそね、近くのファミレス使うと思うんですよ。その時に、あ、どうもありがとうございます、久保さん、久保さんの政策のおかげでうち豊かになりましたとかね、3人目の子供が生まれましたって言われたいじゃないですか。なんか麻生さん街歩いてたら石投げられますよ、これ。まあ街なんて歩かないと思いますけどね。いつもハイヤーとかで完全防御なんでしょ。で、私たちの暮らしには全く融合しないんじゃないかなと思うんですよ。だからなんか竜宮城でね、なんか生きてるみたいな感じですね、きっとね。悔しい。金岡さん、大人に見える幼稚園の集団ですね、と。麻生は、悪僧って書いてますね。その中はしょぼいガキ大将ですかね。おやつがもらえるところにしか興味がない。まさに表現は正しいです。ありがとうございます。お、これはちょっと漢字が読みにくい。無惨さん。今、自民公明、政調会長の皆さんにメッセージを送りました。一人親世帯だけに給付ですか？納得できません。非課税世帯にも検討するようにお願いします。非課税世帯に給付がないと自殺者増えますよ。再検討お願いします。三重補正での30万円非課税世帯の給付、一律5万円の給付お願いします。これをやっていきましょう。ゆかりさんも同じように上げてくれたんですね。ありがとうございます。もう本当にね、もう悔しいですね。声を上げるだけでどのくらいまで効き目があるのか分かりませんけども、それでもね、声を上げずにいられないというのが私の本当のね、気持ちですよね。本当にね、なんていうんですかね、麻生さんが目の前にいたらね、もう激烈パンチをかましたいぐらいですよ、本当に。なんか麻生さんもいろんな事情があるのかもしれませんけども、だからといって国民を踏み台にしていいことはありません。で、私は今ね、こう考えてるんですよ。このコロナっていうものに乗じて多くの国民を抹殺しようとしてるんじゃないかなと。誰も責任を取らなくていいように、もう本当にね、なんですか、殲滅してるんじゃないかなと思うんですよ。多分今の状況が続くと、一定の層の方はこの世の中から消えていくんですよね。だからね、本当怖い話なんですけども、民族浄化を合法的に行っているんではないかなとすら思うんですよ。もっと考えを進めるとね、この今、まあ、みんなでね、話題にしている新型コロナウイルスって毒性は低いわけなんですよ。で、死亡率も低いなのに、これほどまでに社会活動を停滞させて皆さんの懐を削っていってるわけですよ。今貯金がある方も貯金を減らしてるでしょ。吐き出しちゃってるわけですよ。本当にね、貧しくて苦しくって後がないような状態になって、死を選ぶ方も本当に増えてます。これを狙ってるんではないかなと思うぐらい、今ね、あまりにもまともな人間の考えているような政策ではないですね。少なくとも自分の身内がひもじい思いしてるっていうのは想像つくじゃないですか。身内っていうのは同じ国民のことですよ。同じ日本人として
まさにね、これはね、司令部が特攻に若者を送り込む図だと思うんですよ。何なんですかね、これはね。だからこういうことが起きるとね、私は全く政治に参加しようなんて思わなかったんですけども、俺がやらないとダメかなっていうふうに思っちゃうんですよ。私でもですよ。だからもっともっと志の高い人とか、政治に関心のある方とかね、カズヤチャンネルのカズヤさんとかね、もそうですしね、あと、与那国さんとかね、他にも様々いらっしゃると思うんですけども、もうね、政界に打って出るしかないなとかね、もっと言ったらですね、クーデターを起こすしかないかなって考える人が出てきたりもしないかなと思うんですよ。内戦が起きる嫌な予感がしますね、これは。どうなっちゃうんでしょうね、これはね。もし内戦が起きた時に、日本の軍隊や警察は国民の味方をするんでしょうか、それとも権力の味方をするんでしょうか、どうでしょうかね。まあ歴史上ですね、国民の味方をしたそういった軍隊や警察っていうのは類を見ないです。ほとんどの場合が権力の味方をして国民を殲滅した後、服従させた後に昇進するっていうのがいつものパターンなんですよ。そう考えたらね、私はね、自衛隊員の皆さんと警察署に働いていらっしゃる方、合計50万人ぐらいですかの方にちょっとね、申し上げたい、そういった力っていうのは国民を守るためにあるものだと思うんですよ。だからといって国民を守るためにね、226事件をやりましょうってわけではないです。この辺ではですね、武装の中立もちょっと考えていただきたいと。どちらにも組みしません。どちらを守ることもどちらを攻めることもしませんっていう形で、中立を保っていただくとね、権力者の方もさすがにビビるんではないかなと思いますけども、いかがでしょうかね。どうですかね、これはね。ちょっと過激な思想に私もなってきそうなんで、この辺で今日は終わらせていただきます。平和的に解決できればいいですけども、平和を望んでない権力者っていうのもね、たちが悪いもんです。もう一回私ね、この言葉をここで申し上げたいと思います。バカな上官、敵より怖い。ね、本当その通りですよね。